はい、皆さんおはようございます。たまにはこんな出足でね。録画しようと思ったらさ、メモリカードが入ってねえんだよ。はい、毎度毎度。今日はね、朝から冷たい雨だね。ちょっとバラ見に行ってるね。もう白いバラはね、完全になんかもう終わっちゃってっから、これは切るよかな。で、まあピンク、こっちの赤い方はまだこれから咲きそうなんでね。とりあえず、まあ、眺めてみると。はい、白いバラね、もう花びらも落ちちゃったんでね、これはもう切るようだね。こうやってさ、お店の前にさ、植木鉢バラバラで置くのってかっこ悪いよね。儲かってない店がよくやるよね、こういう植木鉢の置き方ね。おしゃれな店ってこういう置き方しないよね。考えなきゃダメだけどね、分かってんだよ。まあちょっとね、ゴミ箱持ってって白いバラはもうカット、うん。花びらが散っちゃったやつはね、もうみっともないからね、切っちゃわなきゃダメだよね。で、あといろんなとこね、つまんでね、ちょっと手入れしないとね、たまにはね。で、この辺にさ、植木置いとかないとさ、車ぶつける人がいるのよ、フロント。頭から入ってきて、バックで出るときなんかね。まあ、あとは室内、今日はここ、磨くようかな。ほら、なんだろうこれ。椅子ひずった跡かな。変なとかついちゃってんじゃね、白でね。ちょっとボケちゃったね。これ今日、雨降ってお客さん来ねえから、ね、機械で、クレンザーで削り落とすか。昨日やったところは結構白いんだよね。昨日やった椅子の下、ね、カラスの下、真っ白でしょ。傷一つないね。クレンザーでいいみたいだね。ちょっとこれやるようだね、今日ね。はい、頑張って一日ね、仕事しましょう。はい、お疲れ様でした。